皆さんこんにちは。次に行きたい宿が見つかる次宿へようこそ。ナビゲーターを務めます本間洋介と申します。本日はこちら三井ガーデンホテル汐留イタリア街に来ています。汐留にある異国情緒漂うエリアイタリア街に位置するホテルです。5つの駅から徒歩圏内というロケーションも魅力の一つです。館内は最近新装されたばかりでとても綺麗です。入ってすぐ左手にはイタリアンレストランがあり、こちらでご飯をいただくことができます。レストランの中はおしゃれな雰囲気で居心地がいいです。ランチ時は1000円前後とお得にいただくことができます。私はサバのグリルをいただきましたが、とても美味しかったのでおすすめです。館内には大浴場も併設されており、自由に利用することができます。それでは本日もお部屋に向かっていきたいと思います。本日は7階に上がりまして721号室というお部屋に向かいます。こちら右に曲がりましてすぐ左手のお部屋ですので、中を覗いていきましょう。はい、というわけで今日もルームツアーを始めていきたいと思います。今日のお部屋はこういったお部屋になってます。おしゃれなインテリアですよね。内装が改装されたばかりですので、とっても綺麗です。ベッドはダブルベッドで広々としたものになってます。ベッドの横にはソファーがありまして、クッションも置いてあります。そしてその奥が窓になってまして、こんな感じでイタリア街の景色を楽しむことができます。とってもおしゃれな雰囲気ですよね。お散歩とかするのもとってもおすすめです。そしてソファーの横のタンス、こちら開けると下が冷蔵庫になっています。でこの冷蔵庫に水が入ってまして、珍しく缶で入ってまして、こちら無料で飲むことができます。はい、こんな感じです。でこちら上がコップ類ですね。上が電子ケトルでして、下にコップがあって、こちら飲み物が、煎茶、そして紅茶ですね。それぞれ2つずつあります。お部屋の奥にもクローゼットがありまして、こちら収納になってます。ハンガーがたくさんありまして、こちら壁側にシューズブラシとか靴べらがかかっています。ベッドの向かいにテレビがありまして、大浴場の混雑状況だったりとか、あとランドリーの稼働状況もこちらで確認できますので、行くタイミングをこちらのお部屋にいながら確認できるのがとっても便利かなというふうに思ってます。はい、それでは水回りを見ていきたいと思います。水回りはお部屋に入ってすぐ左手ですね、こちらの扉を開けるとあります。こんな感じです。ユニットバスになってまして、洗面台はこんな感じで丸い形になってます。アメニティ類は一通り揃ってまして、歯ブラシであったりとか、あと綿棒、シェーバー、ヘアブラシですね。ドライヤーパナソニックアイロニーです。浴槽はユニットバスなんですけども、結構広々とした作りになってるかなと思います。シャンプー類はシャンプー、コンディショナー、ボディウォッシュと3種類揃っています。はい、というわけで今回は三井ガーデンホテル汐留イタリア街に泊まりに来たんですけども、ポイント一つ目としては街並みがおしゃれです。汐留イタリア街初めて来たんですけども、全体としてヨーロッピアンな雰囲気でとてもワクワクするようなところでした。ロケ地としてもよく使われてるみたいですね。レストランもたくさんありますので、デートとかにも適している場所かなというふうに思います。
ポイント2つ目、アクセスがいいです。こちらのホテルなんですけども、浜松町駅、新橋駅、大門駅、御成門駅、汐留駅と5つの駅に徒歩10分以内で行くことができる、かなりアクセスのいいホテルになります。ですので、まあ週末ちょっとお出かけしたいとかっていった時にすごく利用しやすいホテルなんじゃないかなというふうに思います。ポイント3つ目、コストパフォーマンスが高いです。私今回1泊あたり4500円という価格で泊まっています。まあ、2人まで泊まれるダブルルームですので、そういったところも考えると1人当たり2250円とかなり安く泊まることができるんじゃないかなというふうに思います。お部屋も改装したばかりでとても綺麗ですし、おしゃれな空間ですので、コストパフォーマンスかなり高いホテルだというふうに感じています。はい、というわけで今回の動画は以上になります。また次の動画でお会いしましょう。またねー。